おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。遭難していた方が発見、うん、そうですね、はいはいはい、知ってます？ね、中国の人です。そうです、そうです。はいはいはい、静岡県の、はい、下田、はいはい、っていうところですかね、はい、下田市っていうところですね、はい、から流された、うん、中国の女性ですね、はい、観光客だったんですけど、はいはいはい、流されちゃいまして、はい、36時間ぶりに千葉県の沖で見つかったってことですね。すごい流れてきましたね。はい、うんうん、マジックさんこんばんは。こんばんは、いらっしゃいませ。直線距離で80キロ。はい、はい。漂ってたんですか、ずっと。みたいですね。怖いですよ、これ。8日の、はい、午後7時半頃、はい、まあ、日が落ちるぐらいの時に、はい、なんか、食事がなんかに出てったっていう風に思ってたらしいですね、そのホテルの人は。はい、はい、はい。そしたら、なんか、浮き輪でそのまんま、ビーチも、はい、7時半。7時半？うん。そんな時に海入るんですか？まあ、ビーチに、多分、なんか、バーベキューかなんかしたのか分かりませんが、で、まあ、水に入ったみたいですね。うんうんうん。で、はい、まあ、そこ、海水浴場だったらしいんですけど、はいはいはい、浮き輪とボディーボード使って、遊んでたらしいんですが、はいはい、20代の女性ですね。はい、流されて、姿が見えなくなったと。はい、で、まあ、同じグループの方が、帰ってこないっつって、はい、通報しまして、はい、はい、で、まあ、探したけれど、結局、8日9日と捜索したものの全然見つからなかったと。はい、いや、っていうかね、うん、真っ暗ですよ、うん、夜の海って。もう夜の海ってもう真っ暗。ビーチはね、真っ暗だと思います。もう真っ暗ですよ。夜も多分ね、いくらビーチか何か知りません。海の家とかあっても多分海は真っ暗だと思いますよ。うん、ようそんな真っ暗なとこにね、もう海の中に入ろうと思いますね。ねそうそう、怖いことですよ。足つけてぐらいだったらわかるんですけど、浮き輪をとりあえず抱えて行ったってことなんで、まあ、結構。いや、私は夜の海に入る勇気はないですね。はい、いや僕もないです。めちゃくちゃ怖いですよ。うん、だって陸地も多分分からなくなっちゃいますから。はいはい、そうなんですよ、うん。うん。足元が見えないってすごい怖くないですか。もうめちゃくちゃ怖い思いされましたね、この。で、まあ、はい、8日9日と、うん、はい、見つからなかったんですが、はい、10日になってですね、はい、千葉県の房総半島沖、はいはい、で発見と。ちょっと、私ね。で、これが先ほど言った、その流された場所から直線距離で80キロ。80キロもこっち行って。黒潮に乗って37時間。黒潮に乗ってしまった。夜の海とか怖いですね。低体温症がね。はい、宮野さんこんばんは。週明け仕事で辞めます。また無職で、そうなんですか。ですか、うん、まあ、しんどいのかな、ね。浮き上がるかないかが命の別れね。そうですね。夜の海はマジで怖い。怖いですよ、めちゃくちゃに。体見てるだけでも怖いのね。琵琶湖とかめちゃくちゃ怖いですよ。それに浸かるってないよねと思いますね。ね、はい、何がいるか分かんないっちゅうね。なんか変な生き物が動いてね。うんうん、夜の海ってほんまに暗いですからね。周りはそうなんですよね。うん、夏は、夜の海、引っ張られます。そうそうそう。引っ張られちゅうかね。時間が、うん、夜になると、はい、風向きが変わりまして、はい、陸地側から海の方に向かって風が吹くので、はい、非常に流されやすいそうですね。私なんも本当にやめた方がいいと思いますね。海水浴だけは。はい、で、見つかった時は、うん、ワンピースのような水着で浮き輪を抱えた状態だったと。はい。はい。で、発見したら民間の貨物船だったんですが、はい、無線で近くのタンカーに連絡入りまして、はいはい、タンカーの船員2人が飛び込んで救助したってことですね。かっこいいですね。もう好きになりましたね。そのタンカーがなんかの人のことを、この20代のね、中国人の方は、もう、すごい急に、キュンってして。あ、かっこいいと思ったと思いますよ。でも中国人ですからね。素敵、うん、夏は、夜の海。あ、これよかった。じゃあ、だから女性はね、はい、素敵だわと思ったに違いないですってことです。
離岸流とか、離岸流はね、ずっとあるんですけど、はい、やっぱり浮いてる、浮き輪で浮いてるってことなんで、はい、海面やっぱり吹く風が、陸と逆方向ってなると、はい、はい、まっすぐ流されやすいみたいですね。はい、うん、今回助かった要因なんですが、はい。はい。これについて、水難学会っていうところの、はい。はい。斎藤さんっていう人が、はい。コメントしてまして、はい。はい。まず一つは浮き輪で、はい。呼吸が確保できてたと。あ、まあそうですね。はい。はい。で、浮き輪のサイズがちょうど良かったってことですね。はい。これだと、ずるっと落ちないで、意識をもし失ったとしても、そのまま浮いてられると。はい。はい。で、2番目には、海水温が、はい。やはり夏場で暑かったか、そうですね。多少、はいはい、体が冷えたとしても、うん、まあ、命に別状ないレベルです、うんうん、なんてことですね。はいはい。で、まあ、その他としては、うん、まあ、先ほど言いましたけど、やはり夕方以降からは、陸地から海に向かって風が吹くということで、はい、はい。非常に危険だと。はい、浮き輪を持ってたとする、した、浮き輪を持ってたとしても、はい。はい、足がつく場所、はい。じゃない。とはい、自分がいる場所が判断つかなくなりやすいと、はいはいはい、で流されるのが早いので、はいはい、浮き輪使ったとしてもやっぱり砂地のところ足がつくぐらいところじゃないと、はい、いやもうやめときましょう、うんね、もう急に深くなるとこありますからね、うん、海ってね、いやもうほんまにね、うん、遠浅のとこで、うん、だったらまだマシですけど、うん、人道的処置として、救助、したと思います。そうですね、海も山も舐めると死にます。そうですね、うん、まあそうですよね、うん、まあ富士山もにしてもそうですし、うん、怖いですねやっぱり、うん、で、まあ乗っちゃって黒潮なんですけど、はい、はい、これ何も しなくても、はい、だいたい時速7キロぐらい、はいはい。で、流れてるそうなんです。はい。はい。なんで、もかなり速いですよ。はい、はい。時速7キロって言ったら、うんうん、はい。早足で歩くぐらいですかね。はい。はい。はい、なんで、まあ、そのままずっとこう、もうだから、泳いでも、うん、結構こう、岸に向かうのはまあ無理っていうぐらいの速度で、逆に流されちゃって。はい。じゃあ、この方は、日本にね、旅行にいらっしゃってたんですかね。そうですね。すごいことで体験でしたね。日本に来て大丈夫ですか先生。いやそのね下田から千葉県まで流されるっていう特別体験をされたわけじゃないですか。はい、普通ありえないですからね、もう帰っ中国に帰ったらね、はい、そらすごい喋りますよこの人。何を喋るんでしょうかね。ちょっと聞いてくれるって、私も実はほらこの話報道されてとか言ってね、はい、友達とかに、はい、へえ、よう生きてたなー言われて、はい、そうやねー言うて、はい、ほんで、それがなー、タンカーの人が飛び込んのはってんけど、わー、かっこよかったー言うて。結構関西弁なんでしょ。大阪のおばちゃんみたいな感じに見えますけど、はい、水面記載でも死にますせ、うん、救助された時、ヘラヘラピースサインしてましたね、確か。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。じゃあもうあながち、まあ、意識あったみたいですけどね、うんうん、実家海岸のすぐ近くだったことがあるんですが、うん、遊泳禁止の地域でしたが泳ぐんですよね、空いてるんで、はいはい、ひと夏に、3回救急車と、漁協に電話したことがあります。怖、危な、はい、甘井さんからこんばんは。時速7キロは競泳の 1500m の、世界記録並みでした。そんなね、そうなんですね、うん、はいはいはい、まあ80キロを、うん、ね、37時間ぐらいで、うん、もう泳いだっちゅうわけじゃないですけど、うん、ね、浮いてるだけでそこまで行っちゃうってぐらいですからね、はいはい、あ、とんでもないスピードです。それは恐ろしいことですね。あ、まあ、千葉の海域はその結構船舶が、はい、行き来して多いので、はい、まあ、発見されやすかったっていうのが良かったですね。ど田舎 の、うん、海にプカプカ浮かんでるのじゃなくて良かったですね。はい、あと、まあ下手すればやっぱりミイラ状態でアメリカコース、はいはい、になります。あ、はい、あっち側行ったらね、はい、はい、だから房総半島沖、はい、はいはい、っていうことなんで、はい、まだ良かったんですが、もっと南の方に行っちゃってたとすれば、はい、はい、これもう本当見つからなかったかもしれない。うん、海上保安庁も下田周辺を探しただけで
ますから、はいはい、まさか千葉の方まで流れてるとは思ってなかったと思います。まあ、そうでしょうね、こんな遠くまで行ってると思いませんから、ね。30時間も、水分補給が、そうですね、あの脱水症状があったそうなんですが、はいはい、意識は一応あったってことで、はい、命に別状なかったということですね。で、この、ヘリ、はい、これは船に、はい、救助されてから、はい、ヘリに積んで、はい、病院に搬送したっていう、その場面ですね。こんな目にも覆ってるんですか、この人。そうブラ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 って、上まで引っ張ってもらって。怖いですね、全部が。まあ、一緒に体験ね、することはほとんどないよ。いいです。まあ、日本ってどこやでっていうふうにね、おっしゃると思いますけど、この人は。どうですかね。いや、そうですよ。海は怖いよっていうこととね、助けてくれはるとこやでっていう。助けますよ、一生懸命探してくれはって言うて。はい。ピアオさん、こんばんは。こんばんは。中指たてお君グッズ、今日から2週間外しましょう。すいません、ね、いらねえから。はい、ということですね。はい、はい。はい、皆さんもね、あの、海注意していただきたいと思いますね。そうですね。はい、次行きます。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。